ああ、おぶった。私がおぶるんかい。<laughs> いいけど。軽いわね、みほ。<laughs> うわー私におぶるって、命を落とすのと同義よ。あれ戻ってきちゃったあ、違う。19階だよね。何やってんのえ、何やってんの金庫を支えている見られちまった。早く何とかしないと。あ、そういうことじゃ、でもらっとくよ。 どれどれ大切にしている金庫が開いている。ちょ、私が預かっとくよ。何いかにも重要そうな革の種類ケースを取る。思わずツバを飲むような分厚い札束を取る。あれ ?1234。あれ ?1234...53。あれ全部外れじゃねでも。<laughs> あれなんか普通に連番じゃなかったっけ連番っていうか。 んあえてボロボロの雑誌集環境へ重要そうな宮戸銀行の通帳。高級そうな黒光りした印鑑ケース。ええ、どれにしよっかなでも今、今欲しいのは分厚い札束なんだけど、ええ、ここで書類ケースを取んなくて大丈夫なのかなという懸念もありますが。え、でも雪のブレスレット取り返すためにさ、お金をちょっと持っておきたいという気持ちで分厚い札束を取るわ。100万円だありがて。 もういいよ。あ、あと2回くらいは取れるかもしれない。悠長。えーじゃあやっぱ革の種類ケースと、まあ、一番上だしね。これをジャーナリズムにさ、売ればいいんでしょえーあとじゃあもう1個は、一番面白そうな。いやでも面白いものないんだよな。宝くじは全部多分外れじゃないこれ。いや、 あれ ?1,2,3,4,5, でも6っていう数字はあったかなあれ <laughs> どうしようじゃあ、週刊共営はうーん、どれにしよっかな <laughs> 銀行の通帳を取って、通帳を取ってもね、私的にはじゃあ、黒光りしてる印鑑ケースにしよっかな分子ラン建設の 銀行員お金を引き出すことができるかもしれないやったーうわー持っててくれてありがとう。私は行くわね。この女子トイレにも、美穂ちゃんは早く安全なところに連れて行かないと。ごめん。私、一人の体じゃなかったね、今は。ね、こっちは安全じゃなさそう。<laughs> すごく安全じゃなさそうだわ。ん あれでもこっちに部屋あるよ。うーんー。セーブあるしな。四角いテーブルだ。セーブしよう。こっちはこっちは行けないんだ。なんでこんなところにセーブあったんだろうな。うーんー。で、あれこっちじゃないのか。どちら向こう側かえー。 こっちに特殊二課が救助に来ているぞ。えーどうしよう。そこの地図に消火器の場所が書いてあるはずだ。消火器を使って早くこっちへ来るんだ。え、どこ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 消火器の位置が書いてある。現在地から北東方向の部屋。北東方向の部屋。だからあの部屋があるのか。北東方向の部屋。うん、こっちか。 消火器のある部屋っててに出てるし隙間を調べるミホ行ってこい <laughs> えー、ヨロピクあっちの部屋に欲しいものがあるの私が乗ってきてあげる大丈夫消火器って結構重たい気がするんだけどんタフかよ怖えんだよなこの子あまりひどく崩れているわけではないみたいだけど 大丈夫かないきなり爆発とかするからな。大丈夫大丈夫物を探すぐらい平気だよ。お姉ちゃんは心配性だな。えー、お姉ちゃん。ところで、消火器ってどうなるの消火器をご存知ない。消火器は、えっと。えっと、消火器の真似しよう。消火器の鳴き声。赤くて。赤くて。赤くて。 重くて。赤くて、重くて。赤くて,くて赤くて、重くて、情熱的なものだよ。取ってくるんだ赤くて重くて。情熱的なものだよ。なもうんうん言うとるし。わ、これ、いろいろ試したかった。 何が出てくるんだ他の選択肢選んだら。え、ゴー言うて、ゴー言うとるけど。消火器って情熱的なの。まあ見る人が見ればね。見る人が見ればそうよ。見本待っているんでどうしようかな。えー、覗いてみるまだ探してる途中だよー。<laughs> 早くしろ。ええー、あ、なんかいろいろ見れるのかな たム玉たサンドが置かれてる。もったいない。いただこう。こういう時の拝借。どう思いますか記事にされそう。記事にされる気がする。お、いろいろあるね。一冊の小説を見つけた。あ、最後の剣の物語だ。これ一生絶対一番最初のステージにあったよな。あ、もういい。まだありそうだけど。えまだありそうじゃないちょ、待って待って待,って,待って。待て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 。 コインはなくとも、あ、ほらほらほらなんかあるよ。あ、桜満開弁当だ。いただく。でもな、もう100万円あるしな。お金には困ってないし、食べ物もあんまり私食べないからな。まあまあまあ。いただけるものは。だってこのまま燃えるんじゃ、桜満開弁当もかわいそうだよ。私は、そしたら、持っていくのを選ぶね。あったどれどれ。お えなに、バカには見えない消火器豚の貯金箱 <laughs> うーん確かに赤くて重いけれどえー、言われた通り探してきたのにみほちゃんごめんね消火器はねあゆき説明上手ねなんか変な貯金箱手に入れちゃったじゃん向こう側何が広がってるんだどんな部屋なんだえー、軽い消火器って重たいと思うんですけど ピカピカを選ぶと、え、でもどっちにしろ豚の貯金箱じゃねそれって。これさえあれば廊下の炎が消せそうね。消しそうだわ。あドカーン消火器はアイテム画面で装、装備 <laughs> 装備アイテムだとあー、じゃあ、あれか。えー、っと。よしいいわよ。ちょ、一回セーブさせてもらって。 よし、行くぜバシュー熱っ <laughs> 熱っつゲホゲホ。ユキ待ってゲホ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 言うとりますけれども。1, 2, 1 2、2!1、2! あ、なんだなんだユキ大丈夫バヒョーあー、すげえ。辛いなってしまった。すーごいすぐ消えるじゃん。えー、辛いなってしまったけど、そこに、あー、ちょっとミホちゃんああれ動けない。な、なんだって <laughs> ちょ、こっちは、子供しょってるんですよ もう空気読めない人ね。<laughs> めっちゃ速いし。速いムト。ムト、速いよ、足が。ム <laughs> トの足が速い。いわ、ちょっと。<い>あ、なんだなんだ<ー>あれが救助かめっちゃ <laughs>、こっち蹴り飛ばそうとしてたから。敵かと思っちゃったよ。じゃあ、ムトを、ムトを殺してください。えぇ、ー。わすごい。かっこいい救助の仕方。 こんなことでいいんですかああ、よかった。子供がいてよかった。<laughs> みほちゃん。ゲームとー、お前も子供がいればよかったよ、な <laughs>。ええー、追跡者の二人を見てみぬふりする。ええー、来るなら来てみなさい。くいくい。何してるのよ。<laughs> 挑発だよ。 クイクイ。なんだ反応見れねえのか。電話だ。誰？お仕上さんからだ。お仕上さん出よう出よう。もしもし。あ、元気みたいね。ねえ。上さんどこにいるんですか。メ来たで来た来あ、<laughs> 大塚さんね。あと

えどっちが本当のこと言ってるの <laughs> ずっとぶら下がってるけど、そして。これいつ降りるのバグってないあ、続く <laughs>。忍び込み奪うってそういうことか。金庫を奪うね。命を奪われるのかと思ってたよ。特殊かイベリスタワービルを破壊えー、取り残されていた人々を 警視庁警備部特殊車両2課第2招待通称特車2課所属のレイバーが救助活動を行った。これパトレーバーの世界線では当たり前なんですかビルへの侵入時に外壁を破壊していた映像があり、その必要性には賛否の意見が分かれている。え、こんなでかいの、こんなでかいの入るとこないですよ、入り口的なの。地上に落下物ああ、でも。 ああ、操縦ミスか。ビルが破壊され破片が次々と地上に落下したええー、なんか、そういうのあるんだ。やったーレイバーが来てくれたって、めっちゃ受け入れられてるわけじゃなく、なんかちょっとレイバーってどうなんでしょうっていう話もあるんだ。でも少女を救ったじゃん。この少女の笑顔を見る限り。ええー。でもなんか、この白いのはなんか見たことある気がするな。 消防レーバー詰まる。これどうなんですか <laughs> 詰まっちゃったけど。確かに詰まっている。通る前に気づくことはできなかったんだろうか。えー、これはちょっと不祥事ない。じゃあ,あ、夜食泥棒を現る。出た。火事場泥棒という言葉をご存知だろうか。まあまあまあ。19階に勤務する S さん。どうしても仕事が終わりそうになく深夜残業を覚悟。近くのコンビニクローバーで桜満開弁当を購入していた。 S, S さんは弁当を置いて避難した。鎮火後に、あー、燃えなかったのか火災の中どうしようもなくお腹が空いていたのは仕方ない。ただ料金は置いていって欲しかった。ごもっとも。<laughs> どうしよう、ごもっとものことを言われた。君ラン建設の反対ね。NKX。なんかね、大文字の、大文字のアルファベットで N から始まって3つって言われると NHK が出てきて NKX、なんだっけみたいな。<laughs> 感じになっちゃうよ。エレベーターから聞こえた声。イビリスタワービル火災から。避難している時にエレベーターの中から声がしたんです。誰か閉じ込められていたのかも。えー、あれは絶対人の声だわ。閉じ込められていた人が無事だといいのだが、うん、大丈夫。出てます。あ、ちょっとモヒカン男大暴れ。止めてください。男が大声を上げながらカップルを追い回すカップル私たち やだ、照れる。<laughs> 照れるね。火災との関連性は不明。ちょ、カップルだと思われてる。沈黙の君主ン建設。へー発表を待ってほしいね。オフィス襲撃に関して。まあ、私が持ってるからね、そんな。うーんー、この青いレバーの人どうなったんだろうね。捕まった下のフロアに向かった。落っこちてどうなったんだろう。 うーんー、ボランティアあちょっと。あ、不審の白衣の男。救助された人物の中に白衣の男はおらず。え、あいつもしかして、幽霊だったんじゃない <laughs> ボランティア、止められる。え、バケツリレーが開始されたんだけど、あちょっと中止になったんだ。なるほどね。住人だけの移動量が果てしなかった。 いや、確かに、バケツリレーをビルの14階でやるなんてなーちょっと待って、記事、記事めっちゃある。綺麗な夜景を見ながらプロポーズしてほしい。日日常な勘違いで思わずオーケーしちゃいそう。ディナーが高額で誰に話しても恥ずかしくない。トイレが綺麗。なかったよ。<laughs> トイレなかったよ。えー、ちょっと、アイテム交換していいでも、買っちゃったからなぁ。今35でしょちょっとさ、ほんと、あ、 増えてる。増えてる月のイヤリング。いやでもビキニかセクシーライダースーツまで貯めようかな。うーん、ちょっと貯め、貯める、今回は。次に行こう。